いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？男性が恋をするきっかけとして相手の外見が好みであることは大きな要因ですが、実際に好きになる女性と好きな見た目は必ずしも一致しないようです。そこで今回は10代から30代の独身男性198名に聞いたアンケートを参考に、見た目がタイプじゃない女性をいつの間にか好きになってしまった理由9パターンをご紹介します。1、相手から積極的に話しかけられて意識するようになったから、ひょっとして好かれてると思ったら気になり始めた10代男性など、女性から繰り返し話しかけられているうちに自然と好意が芽生えるケースは多いようです。気軽に会話する関係になることで身近な女性として存在を意識してもらえるのでしょう。2、職場や学校で協力して仕事をこなすうちに親近感が湧いてきたから、次第に息が合ってきて人として信用できる気がしてきた20代男性など、協力して仕事をするうちにチームワーク以上の感情を覚えた男性もいるようです。協調性を重視して作業することでより親しみを持ってもらえそうです。3、自分に対する細やかな気配りに感動して好意を持ったから、脱いだ靴をさっと揃えてくれたのが決めて、20代男性など女性らしい気配りに心を動かされた男性も少なくないようです。常にハンカチを持ち歩いて必要な時に手渡すなど、意中の男性が助かるなと感じてくれそうなことを実践してみてはいかがでしょう。4、第一印象からは想像もつかなかった外見と内面のギャップに惹かれたから、見た目はギャル系なのに話してみたら純朴ないい娘だった20代男性など、ルックスと言動のギャップに惹かれる男性は多いようです。時にはシリアスな話題で意見を交わすなど、上目だけでなく内面をアピールできる機会を作りたいものです。